ラリークロス大会で競い合い接触する、レースカーラリークロスでダートを失踪しジャンプする、レースカーフランスにある、ラリークロス用、コースサーキットでロークラリー使用者が激しい競争を繰り広げるのを観客席から観戦、応援できる、しかも何度も目の前を走り抜けるのを見られる、というのもラリークロスの一つの特徴である。ラリークロスとは、荒れた道や舗装路を含むレースコースで行われる、 自動車レースのこと。略称は、ラリックス、RX。ラリークロスとは、ラフな道と舗装路を混ぜ合わせた感情のレースコースを用意し、そこで行う自動車レースである。ラリーとサーキットレースを融合させたような競技である。ラリーカーに限りなく近いマシンで、ターマックグラベル、ジャンプ台など様々な路面やギミックが設置された、クローズドコースで争われる。フォーマットは、 基本的には、1ヒート数周のスプリントレースで予選準決勝決勝という勝ち抜き戦方式を取る。コースには、ジョーカーラップと呼ばれる、迂回路が存在し、1レースに1周のみ、ジョーカーラップを通過する義務がある。このジョーカーラップをいつ消化するかが、勝敗の鍵を握る。また、上からコース全体を見渡すスポッターが無線で他者の位置を知らせて、 ジョーカーラップの処理のタイミングについても指示をする。1967年のイギリスで、この競技の誕生のきっかけとなった企画番組があり、視聴者の人気を呼び、シリーズ番組化され、その人気に気づいたオランダ人が1969年から本格的に競技会を行うようになった。歴史北欧、ベネルクス、イギリス、フランスで特に人気が高い競技である。 ラリーからの転校者、サーキットレースからの転校者の両方が多数いる競技であり、例えばラリーからは、w r c 王者のセバスチャン・ローブや、ペター・ソルベルグ、サーキットからは、イチ王者のジャック・ビル・ヌーブや DTM 王者のマティアス・エクストロームが、世界選手権に参戦。このうち、ソルベルグとエクストロームが、世界王者になっている。また、エクストロームの、父弁と。 イ一王者ジェンソン・バトンの父ジョンも名手のラリークロスドライバーであった。日本では2017年から福島のエビスサーキットでラリークロスを国内導入するためのエキシビション戦が毎年開催されている。なおラリークロスと同様のサーキットでもマシンのベースが市販車でないオープンホイールで開催されるものは欧州ではオートクロスと呼ばれる別競技となる。 こちらも FIA による規定が存在し、欧州選手権が開催されている。また同様のコースでも、ピックアップトラックで行われるものは、スタジアムスーパートラックという名で、北米、豪州を中心に開催されている。1967年2月に、イギリスの ABC テレビで、リッテンヒルサーキットにラリードライバーたちを招いて、勝負させる企画があった。優勝者は、 赤いポルシェ911をドライブしたビッグエルフォードであった。同年秋にはシリーズ化されて1000万人の視聴者数を稼ぐビッグイベントとなった。翌1968年にはオランダのテレビ局アブローの局員ロブ・ヘルツがイギリスでラリークロス人気に触れ工業的成功の可能性を見出してオランダでの開催を計画。軍の協力を得て 軍資研上のグランドを利用してテスト、企画を進めた。1969年6月にラリークロスを開幕させると、たちまち目論み通りの成功を収め、11月にはオランダのラリークロス協会が誕生。さらに世界初のラリークロス専用サーキットまで登場するに至った。こうして大陸にもラリークロスが広まると、1973年に、 欧州ラリークロス選手権が開催されるまでになった。グループ B グループ A 車両の使用された1980から1990年代半ばに、ラリークロスは全盛期を迎え、部門1では14度もの欧州選手権王者となったケネス・ハンセン、部門2では6度王者となり、北欧のシューマッハの異名を取ったマルテンシャンツェといったスター選手を生んだ。しかしその後コストの問題から、 改造範囲が制限されるようになると、稚拙なプロモーションも、相まって人気は下火になり、メディアの興味を失っていった。2010年に、アメリカの X ゲームのラリー種目の代わりとして、ラリークロスが、スーパーラリーの名で開催された。2011年には、シリーズ戦のレッドブルグローバルラリークロスが開幕。欧州開催もされると一気に人気が再転化し、再び、 メジャースポーツとしての注目が集まり始めた。2014年に FIA は GRC の成功と人気の再燃を受けて欧州ラリークロス選手権を母体に5つ目となる世界選手権を誕生させた。2018年には FIA は北米版 WRX の ARX シリーズを開催することをアナウンスし、GRC も欧州選手権の開催に向けて動くなど、 往年のフォーミュラカーレース同様欧米間で激しい派遣争いが繰り広げられている。一方で欧米ともスーパーカークラスではフォルクスワーゲンの1チームによる独走が続き、結果各メーカーの撤退が相次ぎ GRC は2017年をもって消滅に追い込まれた。また WRX もプロモーションの失敗や EV 規定の先送りなどの結果、 2018年末に全ワークスチームが撤退しており、急速な発展とは裏腹に多くの問題が浮上している。しかし、人気の日は消えてはおらず、2020年に RX スーパーカー並みの戦闘力と安価なワンメイクマシンによって争われるタイタン RX が欧州で開催されるや、いなや一気に注目が集まり、北米も巻き込んだ国際シリーズにまで発展している。 また北米でトラビスパストラーナが発足させたナイトロラリークロスも人気を博し2021年9月からシリーズ化される予定である。これらはいずれもレース運営組織ではなくプライベーターのレーシングチームが発起人となっているという共通点がある。ありがとうございます。